ロンです。あずきゃです。ワイワイチームワイ、イエーイ。さあ今日は、2人でサウナにやってきました。どうもサウナ絶対に広めたいなあやさんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。広め隊のあやさんに本日は来ていただきまして、はい、今日はこんな企画をやろうと思います。これを見ればあなたも安心してサウナに入れるでしょう。サウナ初心者に向けたサウナの入り方。基本の木ですね。サウナの基本の木です。木です。はい。なんかもうさ、いっぱいそのサウナの貸し切り企画いっぱいやってきて、はい、今までと今日何が違うかって。お、私がサウナにハマったという。そうなんです。サウナにハマったあやさちゃんと初めて撮影しますから、ついにこっち側に来ていただいた、はい、ということで、こちら側になりました。整うを分かってなかったです、やっぱり。うん。なんでちょっといざ分かった側から、はいはい、どうしたら整えるか、うん、意外と抜けがちというか、うん、ここを抑えたら良いっていうポイントを、はいはいはい、おごまごまと言っていきます。あ、もう私はもうなんか当たり前すぎてもう分かんなくなっていることがあるかもしれない。名誉サウナの会長なので、うん、名誉サウナ会長なのでぜひ私はもう初心者の、はい、初心者講師としてぜひバシバシやっていただきたいと思います。ね、改めてちょっと本当に一からサウナの入り方を皆さんに、うん、アイミンにお教えできればなと思います。というわけで今回はミクシサウナというところで、そう、新宿にね出まいりました。新宿にできたんですよ。新宿ね、新宿が本当にね、なかなかなくて、あるんだけどないっていうね。ね、女性入れるのが結構少ないんだよね。そう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 、そう、銭湯とかも本当ないし、気軽に入れるとこがね少なかったんですけど、個室サウナが新宿にできまして、こちらにやってきました今日は。ではでは、もう入っていきましょうかね。行きましょう。はい。では、サウナへの道、スタート。チームワイ。まずは、はい、体を洗います。そうです。何と言っても体を洗います。もうそれをしないともう始まらないですから。どこでも洗いましょう。はい。髪も洗っちゃって大丈夫です。髪も洗います。もうやっぱね、汗をかく場所なんでね、うん、やっぱ清潔にして入りましょう。うん、はい。あ、ちょっと水風呂をね、溜めておきました。ぴったりですよ。ぴったりです。では洗っていきます。しっかりと洗いまして、はい、まず、うん、湯船に浸かりたい。浸かりましょう、はい、ちょっとここね、お風呂も出るんだけど、うん、今水風呂にしちゃってるからちょっと疲れないんですけど、もうここが肝だったんですよ、実は。そうなんです。本当に特にあの代謝のいい方とかは大丈夫だと思うんですけど、うん、私とか汗とか結構拭きにくいタイプの人は、うんうんうん、極力お湯で温めるのが大事だなと後で分かりましたね。そうなんです。ベースをね作っとくんですよ、うん、大事、大事、めちゃめちゃ大事。これ汗かきやすくしておくこと、うん、大事ですね。はい、でお風呂入り、出ました、出ました、出たとしましょう。はい、出ました。じゃあサウナに行こうと、はい、いうわけで、はい、女性の方特に忘れがち、うん、おい、髪ゴム。あ、お風呂入るときもですね。そうだね、そうなのよ。これ本当に忘れがち。この前さ、ちはるんと行ったときにさ、うん、あ、そのサウナに必要なもの何かありますかって、うん、こういうのが必要だよって言ってて、もうね、これをすっかり忘れておりました。髪ゴムなんですよ。ショートの方とかは大丈夫なんですけど、うん、こうやってくくると、そうね、タオルでどうにかねすることもできるんだけど、あ、そうそうそう、でもやっぱね絶対あった方が便利、便利。水風呂入るときはやっぱね、かぶったり取ったりとかちょっと面倒いから、髪ゴムは結構必須だったりしますね。必須です。そして持っている方は、はい、サウナハット、うん、もう初めてだからとりあえずっていう方はこういうバスタオルとかをこうやって頭に巻くのもよしですね。よしです。髪を守ると、そうそうそう、暑さから守るとちょっと入りやすくなります、伸ばせにくくなります。そしてサウナに入る前に、はい、やっぱ水をね、水気をね、うん、体についた水気をよくこうタオルで拭いてあげるのもポイントです。マナーでもあります。そう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 、濡れた部屋ではあまり入らない。そう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 、そういうことです。続いて、いざいざ入室。失礼します。
ますと、うん、サウナマットが、うん、そうそうそう置いてあるところ結構多いと思うんですけど、 まあ、それを洗ってヒート板とかだったらね、うん、水でパシャッて桶をかけて、そうでここに持ってきて引くと、そういうわけです。サウナだったらもうそのまま引いたり、ねね、大丈夫だったりして、はい、時間時間です。時間ね、砂時計を あったあるよ。15分かな、これは。こんなものもあります。あ、それはこれはですね、なんかサウナーの人がよく持っているという腕時計なんですけど、熱に強いらしい、うん、そう。私はいつも入ったらすぐにこのスタートボタンを押してます。そうなんです。最近はもうあやさちゃんのこれを見て、そう、ないところも結構さあるからさ、最近増えたよね、うん、ない方がいい派の人もいるらしいですね、うん、いるらしいんだ。そしてあやさちゃん、そのサウナハットは、これはですね、サウナハットおニューじゃないですか。サウナハット集めもちょっと楽しくなってきて、ね、ついにこちら、うん、顔まで顔まですっぽり覆えるサウナハットを買いました。これ、うん、めっちゃいいかも。なんか、うん、いいサウナってさ、うん、湿度と温度どっちも高いんよ。すごいなよ。で温度って割と耐えれたりするんやけど、湿度が結構やっぱ、そうだね、顔周りに覆わへんときつくって、うんうん、それこそあのなんかこうサウナハットミコラみたいな状態の時は、うん、いつもやったらハンドタオルとか結構セットでついたりするんですけど、うん、こうやってこうしてこう覆ってね、後ろに結んでっていう方も結構ね、そういます。それがこれだけで叶っちゃう。そう、すごいんですよ。すごいってこれね、サウナハット、これはすごいわ。ちょっと欲しいなって思ってるもん。え、買おうよ。うん、買おうかな、うん、ちょっとおもろい、黄色あるかな。サウナ入ってこの人いたら相当面白いもんな、二度見しちゃうよな、する。でもね、見えるやん、でもここから。え、見えてんの。そう、ここにちょっと開いてて、へえー、やっぱね、もう普通にさ、うん、そのサウナの本当基本の木なんですけど、うん、上の方が熱いんですよ。そうですね、そうそうそう、上の方が熱いので最初は1段目からこう様子を見てもらって、そうですね、うん、でだんだんとこう2段目3段目と、だからこう足をねこう普通にこう座った感じで下ろすと、うん、足をねこう普通に下ろすと、うん、足元がぬるいんです。はいはい、下の方は、そう、温度が低いんだ。そう、全然違うの、結構10度くらい違うって言われてて、うんうんうん、だからあのね、足も上にやった方が良しです。会長は一体どういった座り方をされるんですか。私はですね、あの膝を抱えるパターンもあります。ここにも人が来れるように、うんうん、こうする場合もありますが、あぐらスタイルです。あられると、こう、あ、こうですね。なるほどなるほど。私はもう確かにサウナ室でこうです。確かに先生いつもそのスタイルでいらっしゃる姿を見かけます。そうですね、ですね、もうこれが大事ですね。これで足もあったか、うん、温めるのが大事です。大事です。はい、さあというわけで、そうですね、先生、はい、私見つけちゃいました。あら、見つけてしまいましたか。じゃじゃじゃ、サウナ室は見えますか。ここにですね、熱っ床熱っ気をつけて。はい、ここにですね、はい、バケツがあります。なんだと、これなんですか、なんだということで、なんでバケツがあるんですか、サウナに。もう私たちね、はい、結構やっぱ動画でも言ってますけど、はい、ロウリュウ、ロウリュウ、こちらロウリュウでございます。大好き、私たちの大好きな言葉、みんな大好き、ロウリュウ、セルフロウリュウ。2人で行った時、うん、みんなこんないろんなお客さんいる中で、うちらどっちかはやっぱロウリュウやってます。やってるね。ね、そろそろいいかな。これをかけるとどうなるのか。そうなんです、ちゃんと、あー、いいですね、いいですね、熱されたサウナストーン、やってみましょうか。いきますか。それでは、はい、1杯目はサウナの神様へ感謝の気持ちを込めながら。一心にこのなんか水みたいなのをね、かけることで湿度と温度が上がるんですよ。熱いよ、熱いです、熱いです、熱いね、熱いの。うちらはでもロウリュウうちらしたらいつも私たち二人だけやってるやつがあるんですよね。
うん、漫画茶道でね、うん、万歳ロウリュウ、うん、こうロウリュウを万歳してもうこの脇とか、うん、手のひらとかでこう受け止めると、うん、いや気持ちいいんだよね。気持ちいい。そう、上の方にやっぱ行くんよ、そのロウリュウのさ蒸気というか湿度。上が熱いから手が今一番熱いの。そうそう、これ気持ちいい。気持ちいい。本当二人で最上段でこうやってるから、ね、意外とさやってる人おらんねんけど、うちらだけいつもなんかさアトラクションみたいに万歳してさやってるんだけど、静かにやってます。そう、気持ちいい。熱っ、熱い、熱い、温まってまいりました。熱いです。いいね、しっかり温まる。しっかり熱いです。うん、いい。熱っ。いいわ。ここ結構でも意外と入ってるよ。7分。おお、まあ、普段だったら出てるね。全然出てる。うん、目安としては最低でも5分くらいは入ってもらいたいなっていう。そうだね。ね、2、3分でちょっとやっぱね、うんうん、温まりきらないかな。温まってないと思うので、うんうん、我々もちょっと温まるまで、はい、いきます。というわけで約11分入りましたが、温まりましたね。すごい汗かいてます。結構かいてます。はい、急いで、いこう、行くよ。ここからが整えの重要な道になります。整いロード、水風呂、はい、に、まあ、入る前に、はい、まずはちゃんと汗を流します。はい、これはね、うん、めちゃ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 一番大事なママかもしれない。そうですね、うん、やっぱ汗ついたまま水風呂に入るとちょっとね衛生的ではないですし怒られます。うん、で頭から流すことですね。そう、今日はあれですけど、全部流してください。うん、頭のてっぺんから。いかがですか。あ、何度ですか。あ、でももうちょっとありそう。19から20ぐらいかな。気づいたら水温もなんか分かるようになってきます。そうなんです、分かるようになってきます。この永遠といられる温度。そうね、やっぱ18度より上やと結構長いできちゃうです感じがしますね。一生いられるけど、うん、ちょっと調子には乗らない方がいいです。居すぎると冷えちゃうんですよ、うん、冷えちゃダメなんですよね。冷えちゃいけない。で、ここで、あ、もう本当は顔とか頭とかもいっちゃってください、はい、もうパシャパシャって、はい、潜るのはダメです。ここでもしっかりと体を拭くことが実はめちゃめちゃ大事。そしてで、いけ、よいしょ。はい、これが整うということですね。いろんな、ね、椅子のタイプがあるんですよ。今回も、ね、こういったタイプのなんか椅子みたいなのもあれば、こうやって斜めになれる椅子もあったり、で寝転がれる場所もあったりねするんですけども、まあ、お好きなものを選べますが、初心者の方はやっぱりこの形が一番いいんじゃないかなと。私もこの形が一番好きですね。この体が斜め45度よりちょっと垂直よりぐらいの、頭がやっぱこうね下がりすぎるとやっぱ血も上っちゃう感覚があるから、で今こうやってもう無になってるうちにですね、ちょっと頭がぼやーっとしたり、今まで感じたことのない感覚になる、なったあなた整い成功です。その顔になるんですね。できるなら喋りたくない、そんな時間になります。まあ、でも結構感覚で大丈夫です。ここは気持ちいいな、そろそろ次かなっていう時が必ず訪れるので、それまで整います。こんな感じでね、サーキュレーターもここ置いてました。素晴らしい。結構整う上でサウナ選びとかする上でやっぱ外気浴とかこういったなんか脱衣所に整いスペースがあるところとか、うんうん、風を感じれる場所が結構重要かなと。好きです。思いますね。このお風呂習うエリアに椅子がある場合もあるんですけど、やっぱ風があると整いの気持ちよさも倍増。気持ちいいよ。倍増しちゃいますね。見てください、このニコラの表情。幸せを知った側の表情。恥ずかしい。最高でしょ。行きますか、第2弾。2セット目行きましょう。行きましょう。チーム Y 第2セット目、はい、行こうと思います。行きます。2セット目入る前にですね、
湯船に入ります。そう、これも結構規模でした。整う上でなんかやっぱ最初の頃はその1回目整うけど2回目3回目整わない理由ってなんでだろうって分かんなかったんですけど、湯船にもう1回入ってちょっと冷えちゃったりした体を改めて温め直すのも大事ですね。大事です、めちゃめちゃ大事です。水分補給もね、そうですね、ここでこのタイミングくらいでこまめに取りましょう。おすすめはポカリ、おすすめポカリ、ヨウウォーターもいいです。でははい、いきまーす。セット目、はい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 、よし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 、銭湯のね、サウナの入り方ってさ、ちょっと独特だったりするじゃん、ルールがあるというかさ、なのでちょっとそれについてもね、ちょっとお話ししていこうかなと思います。私は銭湯が好きなんですよ、よく行ってるんですけど、サウナ料金がさ別料金じゃない、入浴料金とプラスサウナ料金を課金して入るみたいな感じなんですけど、だからね、その銭湯ごとにそのサウナに料金を払ってますっていう証みたいなのがさ、あるんですよ。はいはい、バンドを渡されたりとか、それは紙だったりとか、鍵とか、そうそうだったりとか、あとタオルっていうパターンもあったりとかして、はいはいはい、そのタオルを持って入ることが証みたいな、これね、必ず持って入らないとあれ、お金払って入ってないんじゃないかって周りにも思われるし、あのね、見回りに来たりする。おー、そう、見せてくださいっていうサウナもあったりとかするから、そう、ちゃんと持って入るのが大事。あと鍵のさ使い方むずくない？あのサウナ室の鍵っていうのを渡される場合があるんですよ。なんか独特なね、鍵っぽくない鍵だ。そうそうそう、プラスチックの長い S 字と I 字の間みたいな、そう、こんなふにゃーんとした、多分それ以外では見たことのない形の、引っ掛けて開けるタイプのね、ものをね渡されることがあるんですよ。これ最初私も戸惑ったんだけど、それを渡されるところのサウナは取っ手がついてないんだよね。そう、取っ手がついてなくて、これくらいのなんか穴が開いてるの、その取っ手があるであろう場所に、そこにそのプラスチックの鍵を上でも下でもまあいいと思うんだけど、差し込んで、クッて引っ掛けて、ガッとこう開ける。これね、結構ね、手間取る方もね、まあ事前に知っといたらね、そうね、確かにいい情報だわ、いけると思います。安心して入ってください。有益な情報だ。有益な。銭湯サウナあるある。ね、あるあるよ、本当に。これで、皆さんも行けますよ。ちょっと怖くないから、大丈夫。安心してお帰り。先生。大丈夫よ。先生。怖くない、怖くない。怖くないです。銭湯怖くない。チーム Y! そろそろだ。はい。先生のロウリュいいですか？はい、ニコロンのロウリュがすごかった。感動するロウリュ。嘘。感動したね。本当？もうせせらぎ、川のせせらぎロウリュ。めっちゃさ丁寧で、やっぱ私とか結構ジャーってやっちゃったんやけど、ロウリュにもこんな、なんだろう。やっぱね、先輩方、諸先輩方がやっぱいいロウリュしてるところこう見てたから。こんなロウリュがしたいこと。そっか、私はすごい初めて受けて、あんな綺麗なロウリュ、いやいやいや、ロウリュに綺麗とかあるんだって、だからちょっとぜひね、先生のロウリュを体感していただきたいと思います。では手をつながら、はい、ロウリュさせていただきます、はい、
これでもかというぐらい丁寧なローリュー。あー、熱い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 。丁寧だったらゆっくり回ってきてより熱いですね。熱いです。熱いけどいい、いい、いい、気持ちいい。やっぱアロマもちょっと入ってるの、入ってんのかな、ここ入ってんじゃないかな。ね、なんかいい香りがするから余計いいですよね。でもアロマ水って言って、そのところどころそういうアロマウォーターだったりを使っている。あやさんの顔が険しいです。熱っ。たまにさ、このロールで蒸気上がりすぎてコンタクトずれる。わかる、今それサウナあるある。しょっぱい、自分がしょっぱい。そろそろかな、そろそろかな。熱っ。髪も焼けそう。はい、はい、じゃあちょっとマジでダッシュで水風呂入ってみます。うん、私どんだけ早く水風呂入ってるか見つめます。はい、はっ、はっ、おっ、ダッシュ。よく水風呂で浮いてます。うん、よく浮いてます。ふわふわっと浮くんですよ。はぁ。でも居すぎるといけないので出ます。はい、さっとさっとね、さっと出まして、イエース。そしてすごい照明が当たって綺麗よ、あやさ。私の整い顔、うん、あやさね、いい整い顔するんだよね。いきます。時間関係なく朝であろうが、そうなの、昼であろうが夕方であろうが、サウナに行くともう眠い。だから初めて行く人は朝には絶対に行かない方がいい。私はそう思う。そうだね。かもこの後予定ないって言ってきたね。あ、そうそうそう。あ、もうそれは最高よ。うん、それはね、午前が朝から朝からビール飲むのと一緒。え、そう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 。もう今日休みって感じだったら、朝か昼くらいからサウナ行って、もう昼過ぎくらいからもうお酒飲んで帰る。こんな最高の休日ないよ。ない。マジでないと思う。まあ、この後3セット目、結構私たちとかは3セット行くことが多い。うん、まあ、3から4、うん、そうだね。そのサウナが素晴らしかったら4セット行くパターンが多いですね。そしてその後にね、サ飯が、そう、もうサ飯までがサウナだから。こう整っていく途中でなんか急にめっちゃお腹すくんですね。なんかお腹すいちゃう。実際サウナそういう効果あるらしくて、そのね、サウナ行った後に食べるご飯はめちゃくちゃ美味しい。だからまあそれこそ昼からサウナ行ける人はハッピーだという。ご飯のこと考えながら帰るよね。うん、途中から。ほんまに。サ飯どうしようかな。ほんまに。なんかたまにさ、その外気浴とかしてるときにさ、隣のお店の匂いとかするとき、ご飯屋さんの。ある。なんかさ、焼肉の匂いするときとかさ。あるね。貸し切りサウナはさ、90分マックスが結構多くてさ、ぜひ120分、180分欲しくなっちゃう。欲しい。本当に。やっぱ着替えも込みだと、結構3セットめっちゃ詰めてる。詰めてみたいな、感じがするからね。髪乾かしたりなんだかんだ。そうそうそう。したらそうなんですよ。そうなんだよな。ぜひ、いらしてほしい。お願いします。いきますか。いきますか。セットね。声優三姉妹、次
7セット目も無事に大整いしまして、あーよかったな、めちゃかったです、あー最高でした、気持ちいい。結構ね、今までのサウナ会とは、今までのサウナ会よりも細かめに、ね、1工程ずつ細かめのポイントをここ押さえておくと意外と良かったりするみたいなことを、ね、詰め込んでみましたが、どうでしょう ね、これを見て皆さんも思えたら嬉しいな、きっとね、みんなの身近にもサウナあると思うから、意外とあったりするからね、なんかいろんなサイトとかもあるし、ね、サウナ行きたいとか情報を集めたりして、皆さんもいいサウナライフを送ってください。私たちはこの後仕事に行って、その後もしかしたらまたサウナに行くかもしれません。はい、サウナサンドイッチしてるな。それではまた。